なってるね。なってるね。やっぱさすがソニー。そこはついてこないよね。さすが。僕らは普段写真はピクチャープロファイルなしで、うん、クリエイティブルックスタンダードで撮って、うんうん、どの道なんだっけライトルームで現像するんで、うんうん、クリエイティブルック後で当てる時もあるし、うん、違うの当てる時もあるんだけど、スタンダードが一番見た目が自然なのでそれにしていると。で動画は HDR で10ビットで撮りたいので、うん、PP10 にしてる、うんうん、なので理想は写真にしたらピクチャープロファイルなし、うんうん、で動画にしたら10に変わるっていう、うんうん、そのモードを使い分けると僕らそういうことだよね。でホワイトバランスデフォルトオートになってるん で、ね、はい、これダメです、はい、僕的にはデフォルト太陽光で、ちなみに太陽光が数値見れなかったっけ、見れないんだね、うん、まあ数値で合わせてもいいけどめんどくさいんで太陽光にしてます、うん、統一すると写真撮ったり動画撮っても全部の色味が揃うと。オートにするとバラバラで大変で、カラートーンダイナミックレンジオプティマイザーはいつも入れてる山田くん。そこね触ってないから入ってんじゃねえかな、うんうんうん、はい、まあオートでいいと思う、うんうん、動画を今マニュアルでやってるじゃん、うんうんうん、で動画モードにした時にあここが動画に変わってるわ、ちゃんと、あ本当だ、分かりやすい、うんうん、分かりやすいね、うんうん、我々のデフォルト動画設定である HDR に設定しとこうか、うん、でこれで記録方式を 4K へ、はい、で 30p の 442.10bit におデフォルトでなった、えらい。でクイックスローの設定を例えばここで記録は30で記録するんだけどフレームレートは60でAPS になるんだよね、うん、なっちゃうけどここで、はい、ピクチャープロファイルを、はい、10にします。これで HLG2BT2020 にします。ここを、REC 701にするっていう人もいるけど、うん、カラーモードね701に、うんうん、HLG の色域じゃないとこれで撮る意味が PP10 で撮る意味は僕はないかなと思ってて、で美肌効果動画の時とりあえず入れといたようかな手であんまいらん気がするけど入れといたけど、うん、という風でこれが僕はちょっと気に多分大丈夫だと思うんだけど、うん、スロークイックにした時に今の設定が生きてるかどうかな、ね、いやそうですね、スロークイックにします。でこれでメニューを見ると記録方式はあインターナルになってるね、うんうん、4K インターナルになってて、うんうん、30p になってて、でスロークイック設定も、うん、60で撮るけど記録は30として撮るよ、うん、大丈夫、ね、であとピクチャープロファイルが変わってれば大丈夫ってなってるね、うんうん、なった。でもう一回よ動画に戻しました、はい、でピクチャープロあ大丈夫です、ね、OK、うん、でこれで写真にします。ですねですね、これで PP10 になってたら俺ショックなんだけど、うん、なってるね。なってるね。やっぱさすがソニー。そこはついてこないよね。さすがソニー。でもこれさ、だったら写真と動画モード分ける意味ないじゃん。そうだよね。うん。動画は HDR で撮るけど、写真はさ、普通に。ってことは結局、これ使わないといけないってこと？結局そうだね。あんま意味ねえな。意味ないよね。うん、意味ないっていうか逆に、うん、逆に混乱しそうなんですけど、混乱するよね。ちょっともう一回、写真スチールモードの PP オフにします。ピクチャープロファイル、はいはい、でクリエイティブルックスタンダードだけ、うん、この状態で、動画モードにします。でピクチャープロファイル切れてる。うわ、うん、めちゃくちゃ意味ね。そうだね、マニュアルはやっぱ、うん、共通してますね、うんうん、このメモリー機能は素晴らしいね、うん、だからでもう一回動画モードにします。いいじゃん、写真で3つ動画で3つってこと、ね、うん、そうそうそう、うん、あ入った、あ素晴らしい、完璧、うん、もうなるほど、いいじゃん、よし